下脱いだ時の足の間のほこり、人に見られると恥ずかしいですよね。どうも、ランでーす。あげてみないで、もういいから、もういいから、戻ってきて、ほら、カムバック、ちょっと、ね、あれね、最近ね、ほら、あの違う、ね、YouTube チャンネルに行って、シネマンションというね、チャンネル、新しく作ったんですよ。そこで、いろいろな映画を見て、今、旬の映画を見て、みんなに、これからお届けするという内容なんですけど、そのお仕事をきっかけに、自分が見なかったジャンルの映画を見ることがあって、恋愛ものとか、案外いいなっていう、そういうのね、見てたので、今日はインタビュー方式に話していきたいと思います。シネマンション見てくれれば分かると思う、みんな、シネマンション見てください。最近、どんな映画見たんですか？最近見た映画は、タニーっていう映画と、どんな映画でしたか？まず3人はそれはシネマンションを見てください。どんな映画でしたか？シネマンションを見ろ、とりあえず。どんな映画ですか？シネマンション見てくれよ。再生回数少なくて悩んでんだから。今どんな映画でしたか？とりあえずもうシネマンション見て、本当に詳しく言ってるからそっちの方が面白い。絶対マッシュさんとオロナさんも出てますので3人で頑張ってます。ナベさんはどんな映画？バッドエンドが好きで、すごい有名なセブンっていう映画があるんです。それみたいな気持ち悪い最後の終わり方がわーっていう感じが好きなので、現実にありそうな話が好き。好きです。どのぐらい映画を見てるんですか？今は月4本見てます。映画館の好きなところを教えてください。まあ音響、この仕事本からもうポーって入ってくるよ。ホラーというか、そんな感じがいいな。かわいそう。ラブよりインタビュアーの方が面白いって、どういうことかな。よし、まだまだですね。もしやるとしたら、序盤全然目立たなかったけど、最終的に、あ、こいつ結構重要人物やっていう役やりたい。それでは最後のご質問です。あなたにとって映画とは？私にとって映画とは癒し。グダグダです。久々のグダグダ YouTube ですが、皆様いいと思ったらグッド、悪いと思ってもグッド、そしてコメントを書いてください。優しいコメントがいいです。ということで、以上ラブでした。チャンネル登録してない人はよろしくお願いします。バイバイ。